首相撲、首相撲は許可されてますけど、掴んでの攻撃は攻撃についてはずっとやられてます。それから首相撲、いつまでもコントロールして蹴りを出さない、これは正々堂々と最高の試合を。
では終点結果をお知らせします。ジャッジアキア29対28、青鈴木。ジャッジ和田29対29、ドロー。ジャッジセンチャイ30対28、青鈴木。以上2回目のラウンドをもちまして勝者鈴木博樹。勝ちました鈴木選手にはトロフィーと賞金賞が贈られます。会場